旅の世界へようこそ。野成作役磯っちこと磯村智美です。クラッシュ時のパン役ヘリスゼロの方は青木です。消えてないけど、この番組はマビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフ系ウェブラジオです。8月、うん、6日もう何の日だか分かりますか。出ましたこれ、8月6日配信言ってやって、ハムの日ですよこれ。ちょっと待てよ、8月6日ということで、ね、待て、はい、皆さんお中元送ってますか。それじゃないよ、初中見舞いもね。ハムの人、ハムを、ハムの人、伊藤ハムお願いします。さあ、ハムとハムの人、うん、パムの日、そうパムの日です。パムの日来ました。パムの日ということでね、うん、パムを、パーム、パ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 ムやしをぜひ、どうしたんだよ、よろしくお願いします。待て待て待て、早く続けて。パンの日です。そう来ました、これ、はい、パンのね、え、昨年、パムの日にこうね、ランチャーとして動いてましたけど、あれっしょね、なんかテコテコ動いてましたね。今年はさらにグレードアップしております。どうなってんすかこれ。ちょっとね、書いたじゃないですか。書きました、いっぱい書きました、ね、うん、いっぱい書いてもらったんですけど、まあそれが今どういう風に動いているのかちょっと我々わからない状態なんですよ ね、さらにパワーグレードアップは どうなったのかな。どんだけグレードアップ。しかも、ね、この間あの小野くんがいっぱい書いてたじゃん、そうですよ、これ前回のね収録の時に書いたんですけど、はい、あまりにも衝撃的な絵だったから、うん、いつもこうコメントを書いて写真を撮るのを忘れるっていう、はい、あ、そうでしたかそうでしたか、なるほど。だからなんかそんな気がする。冬の頃の写真とかが使われててうちらなんかあれすごい厚着してるみたいになってたのカーディガンとか着てる。あー、なるほど。そうそうそう、絵ね、うん、なんか絵、まあ皆さん絵見ていただいてるかどうかわかんないんですけど、どれ使われてんの。そう、なんかいっぱい描いたよね結局、うん、僕のちょっと画力がですね、うん、まあ進化したのか退化したのかわかんないですけど、うん、なんか皆さんのお気に召さなかったようで、あ、可愛くなかったんだよ。そう、ちょっと写実的なね、うん、パンを描いてしまったらしく、なんか ね、ユーマーみたいな、ユーマーみたいなやつを描いちゃって、うん、なんか3、4回書き直しましたよね、うん、なんかね、可愛くなかった。可愛くない言われてよ、なんすかそれって。あの、ね、葵ちゃんが来てくれた時に書いてあった UFO とパンみたいな、あの可愛いやつが欲しかったのに、なんか可愛くない方向、可愛くない方向に行くじゃん。それ UFO を書いた覚えしかないんですよ、ね、私とあの窓の数が、まあ、そう同じだったやつね。そう、それしか覚えてないんですけど、いや、なんかこう、ヒュンヒュンヒュンって、うん、あのキャトルミューティレーションされてるやつよ、ね、もうなんかあの頃に戻れない気がしますね絵の方は。戻って、あれの方が可愛いよ。だって今日しかもなんかその絵のコーナーもあるわけでしょ、うん、やべえな。まあまあちょっとそこで皆さんは確認していただけると、今の僕の絵がどんな流派になっているのかを頼むよ、はい、お楽しみにということでございます、はい、そう、さあそしてですね、今は、イベントの方もいろいろやってますよ。夏っぽいやつをね、スイカ割り at beach、 好きそうなやついました。スイカ割り、うん、期間中イリアの浜辺、うん、猫島の浜辺にですねスイカが発生します。おで、そのスイカはですね木刀やハンマーなど特定の武器を装備していると割ることができる、うん、スイカを割ることで様々なアイテムを獲得できますが、うん、気をつけないと大変なことがあります。大変なことがやばいっすこれ。ポロリしちゃう、ポロリンチョがありますよこれポロリンチョしちゃいますんでね、スイカ割ったスイカで隠してください、ね、はい、まあモンスターがね出るんですけど、はい、なんでそこ下げるんだよねえ、モンスター出ちゃって気をつけてください。それ大変なことでしょ、それも出ないっちゃうからね、うん、はい、さあそして恋崎島イベントもね開催中ですと。これもオノパン好きなやつ。そうですよ、新たな運命の相手とソウルメイトを見つけることができる恋崎島、うん、見ました。ソウルメイトとは2人だけのロマンティックポイント貯めちゃいますと、うん、飛行アクションを収録できますと、うん、ということでね、ね、バンバンもらえますからね。はい、よろしくお願いします。さあそしてオノパンサーバー、まだまだ、ね、やってますよ。2倍になりますから、いろ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 2倍です。もういいよね、ここまで来たら、ね、もう毎週毎週今やってますから、ね、思いますけれどもね、いろいろその戦闘経験集のスキル修練アイテムドロップ率2倍ですんで、まあ、この機会にね、うん、ぜひ新キャラを育てたいなって方はお願いします。ドナパンサーバーでお願いします。ぜひ引き続きですね、うん、抽選でネクソンポイントが当たる初心者卒業キャンペーン出ました。参加可能ですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、もうここでさ、うん、のぞみちゃんがお二人はスイカ割りとか肝試しとかやってますかってあるんだけど、あ、構成のね、のぞみちゃんが書いてますけど、うん、割とパンの絵で引っ張っちゃったから、そうですねそんな話す時間もそして思い出もないです。夏に思い出がないのか我々は。させじゃあ行くか。行きましょう。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ、この番組は
ネクソンの提供でお送りします。NPC プレイシアター、ゲーム内キャラクターを即興で演じ分け、 NPC プレイシアター、本日はオノパンのチャレンジ。出した、それかなそれかなそれじゃないかな。失礼いたしました。カモン。ティルコネイルの学校の空き地で武術を教える先生、勇敢な戦士としてその名は知られており、盗賊団を討伐したとか、鉱山やダンジョンに出没するモンスターに立ち向かったという話は今でも伝えられています、うん、お酒を飲むとちょっと性格が変わるのがたまに傷。そんな NPC レイナルドのセリフをどうぞ。切り倒すべきものは他の人の命ではなく、なんでですか。あ、飲んだのはアドリブだったんですね。はい、ちょっとでもなんかこの顔からはもうちょっと最後までやってほしかったな。ちゃんと欲しかったですか。結構序盤に合う方なんで。あ、そう、欲しがりです。すいません。はい、うんどりまして、ラジオを聴いてくれている皆さんからのお便りを紹介するマビノニ通信のコーナーです。早速皆さんからのお便り紹介していきますよ。お願いしますよ。どれかじゃんどれできない。マビノネームウォーラスアレザス、イソッツさん、オロマさん、ネクソンズの皆さん、こんまび。こんまび。先食でのマビノギプレイトークに遅れてしまいましたが、ついに満足したコーディネートも完成したので、記念に投稿してしまいました。おお、昔からキツネだったんですが、動く耳も手に入ったので、髪の色と馴染む色に染めるのに苦労しました、忍者スキルは練習中ですが、せっかく見た目がそっくりなので、しっかり練習して忍者スキルを極めてみたいと思います、以上、ハギとアンズとの、記念写真を送らせていただきましたと。はい、こんな感じで真ん中にね、自分が巻いておりますよと。かわいいね。ね、PS、背中装備にキツネの尻尾などあると嬉しいので、ぜひネクソンズの皆様にご一行いただきたいと。なるほど、ホクホク言ってますよ今。ホクホクいいですか。うん、ホクホク言ってる。ご一行は全然できますよと。すげえ。あ、一行はね、一行する分にはということで。もう全然。でもこれは、まあほら、ハリがさ、尻尾ついてるから、ね、いけるんじゃないかな。ねえ、いけそうだよね。いけそうだよね、素人感覚でいけそうな感じが ね素人感覚で切り取ってこっちにもね、持ってくればいいじゃないっていう。コピペだけ、ね、コピペするだけね。システムはあるんだろうみたいな話になるよね。うこういうプログラミングあんだろうって。よく続けさせてもらってんだね。え、本当にできそうですよねっつって。いや、本当に確かにそうですよね。せっかくだから尻尾もコーディネートで揃えたいっていうか ね思いますんで。ついてた方がやっぱ可愛いよねこれ。ね、ね。というわけでご一行の方よろしくお願いします。はい、はい、では続いて、マビのネーム、お、スターゲイザーさん。何、星男、男座って書いておい、星男来ました。星男、男座とカジ、ほんとだ。あざます。イソッチオノパン、こんまび。こんまび。ラジオが始まって1年以上経ちましたが、相方のここは直してほしいところはどこですか。出ましたね。命 V6 に。イソッチはオノパンの記憶力のなさ以外でお願いします。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、ね、そこが 95% ぐらいですよね。でけえなー。でけっすね。たまになんかこの番組大切じゃないのかなって不安になるから、帰るときに。だとすると、全部の番組でそれをやってるので、まあね、そうそう、それをあの謎川さんから聞いてちょっと安心したりとかするんだけど、安心ですか。そうですか、安心ならいいんですけど。別の心配が僕はね、ありますけどね。何何。いや、脳が大丈夫かって、ね、あー、そうだよね。そうなんですよ、何においても本当記憶力は危ないですからね、最近もあったな、なんか、うわ、何があったのか覚えていない。最近もあったなって。ゴミ捨て関係なんだよな。ゴミ捨て関係、ゴミ捨ては失敗したんだよな。なんかもゴミを持ってって、捨てずに駅まで行っちゃったのか、で、あ、そっか、それ系です。スタジオに持ってっちゃったの。そこまでは行かなくて、行かなかったのか。そう、駅であれと思って、なんでこのでっかい袋ゴミ捨ててねみたいな。ありましたね。やべえな、他にもあったんだよな。なんかメモっとこう。何何、メモっとかないと多分忘れちゃいますよ。私はだから、まあ 95% がオノパンの記憶力のなさなんだけれども、残り 5% なんだろうな、なんかね、あの
腹黒いところ。お、来ましたね腹黒。さすが悪魔のような子供と言われた。そこまで言われた。あれがいい時は天使のように、天使のようにいいけど、悪い時は悪魔のように。そう、 こいつっていう時がたまに通知用に書かれたというね。あるある。なんかクソっていう時が確かにあるあるありますよ。いやる、うん、悪魔なんだ、悪魔デビューが、デビルパンが、デビパン来ますね。デビパンが来ますよ。デビパンちょっと直す気はないんでね。まあデビパンはいいんじゃないですかね、ぜひぜひあっても、って言いながら俺イソッチの直しをしよう探したんですけど、何どこなんだろう、ヘリクというところ、イソッチ。いや、いいんですよ、それはね、可愛いんですよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。たまにゲームでちょっと向きになってる瞬間、あれ多分みんなね、あれルールおかしいよ、そう、あれむしろちょっと可愛いなみたいな思ってると思う。そうかな、でもあれって普通、なんかてへっていう人の方が可愛いよ、絶対。イソッチの前でおかしいでしょ、おかしいよみたいな、なんかクレーマーじゃんって思うじゃん。いいじゃんって思うじゃ ん、 なんかいいですよ、あれ好きっすよ、たかがラジオのゲームやろって思うじゃん、やっぱ。いやでも勝ちたいんだろうな、大人になってって思うじゃん、罰ゲーム嫌なんだろうなって感じ、ね、大人になってイソッチって思うよ。いやあれはいいんですよ、あれはいいんですよ、あれはいいか、どこなんだろうな、なんだろうね、ないですね。今デビルパンですよ、ですこれがデビルパンですよ、皆さん、完璧スキル先輩なんで、これがデビルパンですよ、強いてなら、そうですね、欠点がないところを直してほしいかな、あもうデビルパンですよ、本当にすみませんでした。というわけで、皆さんお便りありがとうございます、これからもどんどん送ってください。以上マミノリ通信でした。マミノリ、ロナとファンのファンタジーラジオ、赤マミノリ、黄色でも勇気がなくなってるもん、はい、入りました。このコーナーでは思わず言いたくなるようなマミノギ流のオリジナル早口言葉を素早く3回言っていただきます。本日はイソチのチャレンジ、入りました。何すかイソチ、ちょっとなんかジャパネットさんみたいな感じだなって思って、社長さん、社長職を引かれましたね。そうなんかね、ただテレビの方には出られるよく出られてるっていう、はい、さあ挑戦する早口言葉こちら、マミノネーム前世は風のせいさんからいただいた、ありがとうございます。好きなスキル、好きありすぎるです。もうすでに難しいです。すが多い、ね、でもリズムがちょっといい感じに、好きを多くしてるやつですね、さあ、じゃあちなみに自分で考えておきながら、前世は風の精査まだ連続で一度も言い切れてないとの、そうなんだ、ここはちょっと難しいんだね、じゃあ本会を見せてやりましょう。それではそっちのチャレンジ、やめろよ、3、2、1、開け。好きやりすぎる、好きなスキル、好きやりすぎる、好きなスキル、好きやりすぎる、おお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 オノパンフィルターをくくり抜けろ、イラスト伝言ゲーム。また新しいコーナーが、ね、出ました。なんすかこれ、本日はパンの日、ゲーム起動時のオノパンのイラストを見てびっくりした人もいると思うんですが、よく考えるとオノパンはパンがああ見えているということになります。どれだろうどれなんだろうね、5パターンぐらい書きましたからね。そこでオノパンは他のものは一体どう見えているのか検証するためにイラストを使った伝言ゲームにチャレンジします。今から私がお題をもらって30秒でイラストを描いていきます。短いな、オノパンはそのイラストを記憶して30秒でイラストを描いてください。オノパンの描いたイラストを見てネクソンズさんが見事何のイラストか答えられればチャレンジ成功。オノパンのフィルターも捨てたもんじゃないということになります。なるほど、これなんすか、なんすか、これなんすか、今説明したよ。なんすかイラスト、パン可愛いの描いたじゃないですか、いっぱい。オノパンここガチでやってくださいね、笑いいらないですよ。マジっすか、いや常に爽快。そうこの前だってちょっとね物申したいですよ。何一生懸命さ、まず1枚パンの絵も描きましたね、描いたらよし描いたと思ったらなんか可愛くないみたいなに出して、いやいやいつも可愛いと思って描いてないですよみたいな話じゃないですか。で何枚も描いてたら可愛くない可愛くないって言われて、あげくなんかイソッチがわざと描かなくていいんだよみたいな。わざとも何もねえっすよっていうね。だってもうなんか気がしてないっすよ、あれ全く。スックと立ってたじゃん、おかしいじゃん、そうそういつもこうさ
羊っぽくこうペタってなってたのに、はい、あバーってやつスックってなってあれですよ、皆さん分かるか分かんないですけど、クリアファイルにね、マビノギのこうなんかちょうだいみたいな可愛くパンがこう背伸びしてるやつがあって、あれ可愛くないじゃん背伸びもしてなかったじゃん。あれのつもりで書いたんですよ僕は。あれ確実にあそこに、はい、例えばコラでよ、はい、あのロナとナモさんの横に置いたとするよ、はい、2人が襲われる絵しか見えないじゃん、まあ、タッチの違いはしょうがないです。タッチの違いじゃないよもう、解釈の違いだよあのこうあのなんだパンが立ち上がってるタイプの絵って皆さんにはの目には触れてる、触れてる、触れた、あ触れてるんだ、触れてる、さし、ああなるほど、じゃあちょっと出していただいて、そんな感じの絵ですよこれ、ね、これです、それです、出てるかわかんないですけど、うん、それです。もうこんな絵で、はい、こんな絵っつっちゃった必勝懸命ですからね、もうね、やってみますか、じゃあ、はい、いいでしょう、もういいんだよ笑いは取らなくて、わかりました、まあ、いつもの通り書きますよちゃんとちゃんとお願いしますよ、あのネクソンズさんに心を込めて伝わるように書いてくださいよ、わかりました、つってまずイソッチのやりきですからね、うん、そうだね、30秒が結構厳しいよね、そうそう、まあまあまあイソッチはねイラストに定評があることで有名ですから、でも簡単なものがいいな、まあね、こうほら、うん、細かいものとかだとちょっと辛いよねやっぱこういうの、あ、こま、確かに時間がないですかね、うん、書き込む時間がないっていうね、ほらなんかこうさ、うん、アサリとかさ出されたらさ、しじみなのかホタテなのかわかんないじゃん、書いてもニュアンスがね、うん、確かに難しいですかね、はい、じゃあやってみましょうか、さあ行きましょう、じゃあお題来ました、はい、じゃあ私ちょっとこっそり見るね、そうね、ほら見ないようにえあ、それ系、それ系来ちゃった、うん、さあ、それでは行ってみましょう、30秒か、つらいな、イソッチのチャレンジスタート、あー難しいなこれ、これまで見ないわけね、うん、さあ、うん、マジックの音だけが聞こ聞こと、ちょっとでもこう、あれだなこれは、なんかあんまりあれ気にしないで書いた方がいいのかもしれない、うんうん、こう、うん、雑踏を書いた方がいいのかもしれない雑踏、うん、雑踏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 っていうか雑踏、雑踏、雑踏、うん、さあ、お、終わり、さあ、まだ2ある時間、1、0、終了、来ました、はい、さあ、はい、それではチラッと私がイソッチのやつを見てみましょうか、ほい、よーい、ポン、はい、見た、ほい、はい、もう楽勝、全然いきますもん、マジで、はい、本当分かった、それはもうだって簡単でしょ、早く書いてね、じゃあ、はい、新鮮なうちに、よーい、ステート、はい、来ました、これは多分そこから書かないで絵が苦手な人ってどこから書いていいかまず難しいんですよでも多分大丈夫、まあ、本気で書いてよ、でも多分大丈夫、こういうことでしょ、こういうことでしょ、あーでもなんかほらちょっとでもあれ書いて、あれで、どれあれどれ、え、何感じ、なんだろう、あ、違う、ちょっと待って、やめてやめて、こういうことでしょ、あーそうあー、オッケー、え、これはどうしよう、あ、やべ、あ、でも縦紙っぽくすれば、何それちょっともうやめて多分これならいけるでもこれネクソンズさん、はい、まだいいかも、なんか割と特徴は捉えてると思うんで、いける、インスピレーションをちょっと働かせていただいて、いきましょう、はい、じゃあいきましょう、オノパン発表お願いします、さあこれです、せーの、じゃじゃじゃーん、前よりはね、これ前回よりも随分ね、うん、これはね、うん、いけますよね、割といける感じではありますよさあじゃあこれはお答えを、じゃあお願いします、はい、ざわざわしてる、はい、ちょっと、嘘、あれなんか今お答えお願いします、あいつ来るかと思ったらちょっと待ってくださいって言われて、あれ、あ、よかった、よかった、代表者を選別してるって、それだけか、どなたでも大丈夫ですよ、びっくりしたな、さあどうぞ、さあキリンとの答えですけど、はい、こういう感じで書きました、これは大丈夫ですよ、うん、でこれは何、最初ちょっと聞いてくださいよ、こっから書いたんですよこのバカバカシンプルに来ましたねもうバカシンプルイズベスト、このバカこっから書いたんですよ、ね、そうで、しかも横でって思って目から描いた、目から描いた、うん、目からね、目から描いたんですか僕、うん、描いてたそれも覚えてないですけど、こっから描いた、こっから目を2個描いただって目はでもこれ横を向いたら1個しか見えないのに、本当だ、これこっち見てる、2個描いたからお前っつって、で途中でなんかあれ描いてって言ったのこれでいいんですよね、あのくちばしがこう出てるとこ、くちばしでいいか口の、そうそう長いじゃん、でもそれを間違えて、そうなかったんですよ、目より上に描いちゃったんです口を、
だもんで、あ、いかんと思ってこれ縦紙に切り替えたんです。縦紙ないから。切りてなかったじゃん。あるけど、あるっすよね。そこじゃねえからっていう。そう、そうなんですよ。最初この状態でやばいって思ってこの状態だとちょっとエイリアンエイリアンだなって思って口ないと。いこれはでもね、首が長いんで特徴的ですよ。まあ、そうそう、あとね、模様ね、模様、そう、模様はナイスでしたね、これ。ね、そっちが書いてくれてなかったら危なかったです。じゃあ次、さあ、はい、怖いわ、いきましょう。よし、次は何かな。ああ、これね、前書いたことありますよ。あ、出たよ。うん、うん、これいけんじゃないですか。うん、さあ、それではイソッチチャレンジスタート。よっしゃ、どんなんだっけな。これはもうね、どっちがどっちだかね、覚えてないんだよ。でもこれなんだ、うん、なんだ、どっちが2つあるってことか。そうそうそう、どっちがどっち、どっちもどっち、どっちがどっちだ、どっち断片、どっち断片、懐かしい。どっち断片、ボールに炎のマークがあって、指をそこの5箇所に置いて投げると、あの燃え上がるっていうね、ファイヤーファイヤーショットみたいな。私が書いてる間にこの実況どっち、あ、来ました。はい、さあ一瞬見てみましょう、はい、イソッチの解体こちら。これ大丈夫だと思いますよ。でん、もう楽勝です。おっそよ、なんだよ、今日これ全然いけんじゃん。いけますよ。さあ私のチャレンジスタート。お願いします。これはもう全然いける。いい、いいの、横書きでいいの。え、嘘、え、いい、いいよ、いいよ、どっちが書いてました。あ、あの、た、た、た、縦に書いた。まあ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 、まあまあまあ、入れられればね、全然なんとかなります、うん、またその目かよ。これ以外が、これ以外どうすればいいかが、急いで急いで。あ、嘘、いや、もうそうだな、うん、なんかこんなんすよね。で、なんかうんうん、こういう感じのこうちょっとでもやばいかもな、そこ細かく書く場所じゃないよ。なんとかなりますよね。あ、ほらほらほら、これはなんとか。ちょっとこれはさっきよりは難易度は高いですね。そう、うん、でもパーツは揃ってますよね。うん、でもパーツが分かりづらい。さあ、はい、ではネクソンズの皆さんに見せてください。こちらです、ドン。さあ、これはうんうんってなってる、うんうん、うんうんってなってる。あ、ちょっとこれ分かんない感じですよ、あれ。嘘でしょ、ほら、分かんない感じでしょ。私ちょっとやばいと思ったよ、これ。嘘、え、嘘、え、嘘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 、だってこれ揃ってますよ、もう全部。じゃあ揃ってるけどね、ちょっとね、ディティールが嘘ねえ、これはのぞみちゃんが鼻で笑ったね。ほらね、揃ってる、揃ってるんですけど、ちょっとなんかなんかあれが、え、モンさんの頭大丈夫みたいなジェスチャーされました今。さあ、じゃあお答えの方を整いましたか。ま、整ってないですね。整いましたか。あ、整った、整った、来ました。さあ、それでは正解をどうぞ。お願いします。はい、自由の女神、自由の女神、正解です。ほら、何よ、そんな迷ってるんですか。これね、こっからこうなりましたからね。そっちの目がどんなんでした。足も縦で書いてたんですね。そうそうそう、長いからさ、縦長のものだから。確かに。でもこれちょっとこうさ、丸く書かれたから、シャンプーハットか、原住民的 な、はい、なんか、あれ、ちょ、でもイソッチのさ持ってるやつ、なんかちょっと団子っぽいっすよ。団子だこれ。俺の方がほら炎じゃないですか。ねえ、違う違う、ここちょっと、あれ、ネクソンさん今、え、それ火なのみたいなリアクションを、え、台本、これ台本だと思った。大根、大根、よくそれで自由の女神当てましたね。だから弓矢かと思えるから、そう、矢筒に見えるじゃん。で、ここがさ、すごいなんかこう、あ、どこかのさ、民族的な、確かにね、羽飾りみたいに見えるから、やべえって思って。で、顔はワイルドじゃん。そうっす ね、ワイルド。いや、でもじゃあネクソンズの皆さん、よくぞこれ大根から自由の女神を逆算しましたね、うん、たありがとうございます。素晴らしい。そうとは、え、我、もう一個どんな説があったんですか。なのね、原住民族的なね。なるほど、わかりました、うん、さあ、ってことはもう一個いく。もう、もう十分です。もう十分だった。オッケーじゃないですか、今回。しゃあ、どうですか今回。これこれ何か2問正解したからってご褒美があるわけではないんですか、このコーナー。やった、ご褒美、大丈夫だった、何もない。あ、確認するだけ。小野さん大丈夫だったってだけですか。なんだよ、なんて身のないコーナーでしょう。はい、特にね、リスナーの方にも何も還元できなくて申し訳ないですけれど、うん、ね、なんだよ。でもありがとうございました。せっかく頑張ったのに ね、 ね、はい、はい、以上、オノマンフィルターをくぐり抜けろ、はい、イラスト伝言ゲームでした。はい、マミノギロナとファンの
ファンタジーラジオ。なんとですね、まあ、いいえな、おい。さあ、ということなんですよ。はい、いらっしゃいませ。早いな。なんかちょっと。ショーピック、まだ準備ができたから。そうですよね、心の準備がまだ、はい、すいません。そんな中よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、ここから引き直して告知の方させて。まだ来てよ、まだ来てよ、嘘違うじゃないな。はい、サーバー移動の受付を開始ということで、ありましたね。ちょっとサーバー統合が、ね、先日ありまして、うん、あと、まあ、ロナパンサーバーの方も新しく、まあ、動いているんですけども、うん、こちらの方から、お好きなサーバーの方に移動できるサーバー移動の受付を8月14日のメンテナンス後から開始予定となっております。でこれ今まで行ったところからちょっと別のところに行って、うんうん、新規一点ちょっと新しい生活を始めてみたいなっていう方もそうですし、うん、あと、ロナパンサーバーはちょっと期間限定になりますので、うん、このタイミングでこう基本ルエリサーバーに合流するんですけども、うん、そうじゃなくてルエリじゃなくて別のところに行きたいよっていう人も、うん、このタイミングで一緒に申請してほしいなというふうになっております。でこのサーバー移動ですけどもちょっといくつか注意事項がありますので、うん、はい、公式サイトの告知の方をご確認いただいて、まあ、そちらの方をしっかり読んでいただいて申請をしていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして、引き続きなんですが、はい、妖精フローラーが、販売中ということで、こちら先週もお見せしましたが、はい、このような可愛、はい、可愛 い、ね、いやつね、はい、一生懸命釣り上げている、はい、よいしょよいしょと、ね、欲しい方はぜひ今のうちにお買い上げくださいということで、はい、よろしくお願いします。でこちらの妖精フローラーに合わせてなんですが、はい、フェアリーボックスというちょっと、まあ、アイテムがランダムで獲得できるボックスなんですけども、らららこちらの方を、販売中となっております。はい、で、これですね、まあ、セットに合わせた衣装を、ね、ちょっと、まあ、一緒に着るとなかなか雰囲気が合ってるような衣装に、あら、そうですね、雲が舞うようなエフェクトが一緒にくっついてたりとかっていう衣装であったりとか、あとちょっとこれはハギとアンズの方からも入ってたと思うんですけど、耳がピコピコ動く耳が当たるという、うんうんうん、あら、まさにじゃないですか。そう、そんなね要望もありましたけれど、はい、そしてちょっとこれは派手ですな。え、羽が各種炎の翼、すげー、ちょっと赤いやつすごいね、これすげー、打天使だよ、うわー、ルシファーって感じですね。ちょっと今日本の画像がパンツ一丁なのであれなんですけど、パンツじゃないと羽が怪しないのかと思いますよ。そういうわけじゃない、羽が見やすくなるために、見やすくなるようにっていう、はい、ゼルダでね、これパンツ一丁でさ、夜空飛び回るみたいなね、そんななっちゃうかと。ちょっと全部並ぶと結構綺麗だねなんか変わった感じの印象使いますけど、そうです、変わった感じだね、はい、そうですね、はい、こちらのアイテムが獲得できるランダムボックスが販売中となっておりますので、はい、こちらも要チェックということでよろしくお願いいたします。はい、以上、マビノギからのお知らせでした。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしてます、はい、マビノギの感想、僕たちパーソナリティのメッセージ、質問など普通のお便りもお待ちしてます。どんどん送ってください。メールを読まれた方にはマビノギのゲームで使用できる番組オリジナルタイトル、ロナパンラジオリスナーをプレゼントします。欲しい方はメールアドレスも忘れずにお願いしますね。ゲットした方はゲーム内でもバンバン使って広めちゃってください。お願いします。さてさて、まあ、今回絵いっぱい描きましたけど、描きましたね、2点ですが、いっぱいと言っても、はい、どうですか。いや、どうもこうもないですよ。なんで描かされたんですか僕は。何も当たるわけでも罰もなくねえ、何なんですか。しかもね、くだらないっていうのはのぞみちゃんに悪いんですけどお絵描きコーナーがあったせいでですね、プレートークがなかったので、ちょっとお題をここで発表させていただければと思います。わかりました。自治会になるのかな。そうですね、だからプレートークのお題は、うん、作曲演奏です。おこれね、皆さんぜひいろんなメールを送ってください、うん、よろしくお願いします。お願いします。お待ちしております。あと、まあ、サーバー移動ね、結構大事な情報だったかと思うので、うん、こちらもちょっとホームページの方でぜひチェックしていただきたいと思います。そうだ、私も移動させないと、ロナパンサーバーにいるやつを。そう、俺最初だからロナパンサーバーに、うん、がこう始まって期間限定って言われてたから、うん、ってことはロナパンサーバー終わっちゃったらみんな死ぬのって思って。いや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 でもさ、あれ自動的にルエリに移ることになってるみたいなことですね、はい、そうです。初期設定はそうだけれど、うん、行きたい人は今のうちにね、みたいな、他のところに行きたい人はね。でもそのね話、他なんか前、うん、ちょっと前にした気がする。あ、本当ですか。うん、ロナパンサーバーができますよってなった時に、なんか、そうですっつって、
もうほら記憶ないじゃん。全然ない全く今ピンときてないですね。今新鮮味を持って僕言いましたね。キャラのみんなが死んじゃうみたいな言いましたけど、前も言ってたんですね。前もなんかちょろっとあ大丈夫ですよみたいな話した気がする、やば、全然ですねさあやはり僕のちょっと記憶力が心配なことが明らかになったところでお別れの時間ですね、はい、嫌な別れの仕方。この別れなんかもっと楽しい話で別れたかったけれど。じゃあほら何ほらある、あのなんでな翼ね、そう翼、皆さんほらパンツ一丁で翼つけてください。もう絶対打足だよこれも今回のマフィドニロナとパンのバンダジラジオはここまで。お相手は磯村智美とおねぎでした。バイバイ。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りしました。